膨張現象も見られており、大きな噴火やそれに伴い火砕流が発生する可能性があると発表した。だが島村氏は噴火の危険性が高まっているのは九州の桜島だけではないと語る。宮城県と山形県の境にありますが、蔵王山とか万代アブの福島県と山形県の境にありますね、真備州の蘇生山、そういったところで噴火に非常に近い状態にあって、いつ噴火しても不思議じゃない。さらに空気清浄機も全品10%